アドハーは、インドの国民識別番号制度の名称。アターには、ファウンデーションイコール、基礎や土台の意味がある。アメリカ合衆国の社会保障番号と比較した場合、アドハーには、指紋や交際といった、生体情報や顔写真の情報が、称号可能な情報として登録されているため、本人確認や、生体認証として用いることが可能となっている。また、 様々な SDK や API が公開されており、本人確認や本人に紐づく決済や医療といった各種の既存システムへの組み込みや新規サービスの開発が可能となっている。アッター、サービスセンター、ボパール2017年7月の時点では、インド人口の99%以上、11億6000万人近くが自身の顔写真、両手のすべての指の指紋、 両目の交際の情報を登録し、アドハーの身分証明カードを受け取っている。銀行取引、住宅ローンの契約、携帯電話の利用といった生活の中や政府職員の勤怠管理も、アドハーによる生体認証や12桁の数字を使って行うようになってきている。アドハー導入の効果として、金融機関を利用する女性の割合が27%増加。 アドハーを利用した銀行口座の開設件数は2億7000万口座を、越し、携帯電話の利用率も前に比べて、倍増し人口の79%が携帯電話を利用するようになっている。アドハーはインド国民以外も登録が可能で、2015年時点ではバングラデシュとパキスタン出身者を中心に520万人の外国人がアドハーに登録を行っており、 外国人労働者の身分証明と法的な地位の認定に利用されている。アドハーへの登録はインド国民にとって義務ではないが、アドハーの身分証明カードが必要とされるサービスは増加しており、実質的に身分証明カードを所有しない生活が困難になってきている。例えば、インド鉄道では鉄道乗車券をオンライン予約する際に、 アドハー番号の提示を要求する計画もある。アドハーの構想が生まれた2000年当時、インドでは低所得者向けの食料や、肥料の配給の4分の1が、不正受給されていた。根本的な原因は、適切な個人識別制度が存在しないためであると、当時のインド政府は主張している。インドにおいては、出生証明書の所持者は全国民の半分以下に、過ぎず、納税者は、 さらに少なく、運転免許の所有者は、もっと少ない。公的な身分証明書を所持していない人は、特に貧困層に顕著であり、社会生活に参加できる機会を奪っていた。また、福祉予算の不正受給や無駄遣いを防止し、正しい対象者に給付が行われるようにするため、強力な情報セキュリティ機能を持つ、個人識別制度を確立する必要があった。 インド固有識別番号庁が全インド国民に12桁の数字を発行するアドハープロジェクトを2009年に着手した。推進責任者にランダンニレカニが当時のマンモシン首相によって任命された。2010年に登録申請が開始された。2016年には携帯電話の SIM カードの取得、納税申告書の提出といったサービスを受ける際には、 アドハーの番号が必須となった。また、インド財務省は2017年末までに、アドハー番号と紐付けがされない、個人銀行口座を凍結すると発表した。ありがとうございます。